吉田子さんは日本の教育者、長州藩出身。吉田松陰のおいにあたる。1867年、吉田松陰の妹、千代と小玉博之の息子として長州藩に生まれる。吉田松陰が軽死後、安政の大国大社によって再興された吉田家を11歳の時に第11代として相続。 萩の松陰神社の毎年の礼祭に祭主を務める。吉田松陰が創立した松下村塾に7歳の時に入り、王子の玉木文の心の教えを受ける。12歳でその家庭を終えた後は、私塾西雛校で学び、1882年、15歳の時に上京してに小学者に入学し、2年間、漢学を学んだ。福永義とから国史、国文を、 法学博士、末岡誠一に法制を高根秀夫に心理、教育を学び、三島中州に従い文章を研究、森海南について監視を研究した。1890年、22歳の時に学習院で初めて教鞭を取った。同年から1893年まで海軍編集書記との兼任であった。以後、高等師範学校中学科。 陸軍幼年学校等で教え、1895年には17位を授与された。1897年から商船学校で教えた後は、鳥取県第一中学校、神奈川県第二中学校、神奈川県立第四中学校の校長をそれぞれ歴任する。鳥取県第一中学校の校長時には、校友会の活性化。 原因不明の出火により消失した校舎の復旧対策と新校舎建築に取り組んだ。神奈川県立第二中学校の校長時には終身の講義を行っていたが、自分の家柄のことや吉田松陰のことについては一言も触れることなく、郷土の偉人として二宮尊徳を推奨し、その原稿を教訓とすべきことを力説した。約3年間の校長在任中、 姿勢無足、県人不罰を航訓に、出実合憲の交風を作ることに努めた。野木マレスは、吉田家と親戚関係にあり、生涯にわたって、吉田子さんと、親交があった。野木が、日露戦争領順攻撃の際に得た監視、禁州場外の策は、第二中学校長、吉田倉蔵宛に送った一枚のハガキに記されたのが、世に出た初めてのものである。 神奈川県下の2校の校長を歴任したのは、当時の神奈川県知事、鈴府公平の詳生によるものだが、これは鈴府が長州藩士で、同郷の吉田の教育者としての経験を高く評価していたからと言われている。ありがとうございます。